じゃあ着替え中だったのか。これではまるでデバガメではないか。いや待て、よく考えたらミントは機械人形ではないか。うまく脱げないみたいだぜ。手伝ってやろうかな。いやなんだか今まで覗いていたみたいで気が引けるというか。何をびくついてる。これは断じて覗きなんかではない。うわっ、けっぽっちまった。お帰りなさいませ、阿行様。少しお待ちください。すまん、なんとなしに見てしまって。あ、じゃない、おいミント。おわ、お前なんという格好。内臓のカーボン水溶液が少し漏れてしまいました。カーボン？何？ラジエーター部分に使用される冷却液です。シミがついてしまいました。シミ？しかしこんな格好で。おい、固くなっているようですが。ふふん、バカ言っちゃいかん。俺が小さな女の子に。ベッドのスプリングの話ですが、そろそろ交換した方がよろしいかと。頑張れ俺。とにかく何か服を整えろ。今誰かやってきたらどうするつもりだ。問題ございますでしょうか。終わりだ。申し訳ございません。ミントの好きにするがいいとは言ったがね。頭痛がしてきた。年頃の女の子を置いてるようなもんだぜ。いつから俺の事務所は託児所になったんだ。まったく。お待たせしました。とにかくそこへ座ってくれ。何から話したらいいのやら。長い話になりそうだ。酒だ酒。申し訳ございません、阿行様にはご迷惑をおかけしました。いや、分別を理解してくれればだな。俺は一体何を説明しているんだろうな。ミント・ミツルニか。これがロボットとは信じられん。ここは一応仕事場なんでね。おかしな格好で歩き回るということは遠慮してくれないか。はい、大変申し訳ございませんでした。いや、俺も大声出したりして悪かった。阿行様、私は海を見ました。海は広大で懐深い反面、拒絶と放置という側面も併せ持っているように思います。そんな分析ができるのか、すごいな。海を見た時に頭の中がすっと軽くなる気分になりました。それがどのような処理プロセスなのかは判然としません。ですが、もしかすると以前の方の記憶なのかもしれません。以前の方？私の頭脳の一部は人間の方の脳細胞を使用しています。ミントの頭脳は人間の脳細胞の一部を使用してるって話だったな。論理的な説明は難しいのですが、私を内から突き動かす衝動とも言うべき感覚があるみたいです。何らかの行為が引き金となり、
何かを外へ排出しようとしているようです。代名詞が多いな。つまりそれは何か情報のようなものを外へアウトプットしようとしているということかい？わかりません、すみません。なあ、謝らなくていい。つまり何かを出したいが、このままだと出せない、そんな気分なんだな。はい。米村の言う例のアウトフィットを壊滅させる情報のことか。であればそれを何としても。おじい様、米村様もそれをお望みのようでした。ですからできるだけ内なる要求に逆らわない方が良いかと思いました。で、いきなり服を脱ぎ始めて俺がいる時に平然と着替えたりするわけかい？すみません。でも阿尿様に着替えを見られた時、少しだけ変な気分になりました。なぜでしょう、不思議な気分です。人間の女の子なら誰でも持ってる感覚さ。親しくない異性に着替えを見られるのは恥ずべきことなんだ。わかりました、今後はそのように行動いたします。恥じらいって言葉はわかるかい？自分の行為を顧みてみっともなさを感じ、決まりの悪いことです。改めてそう言われると変な言葉だな。親しくない異性に着替えを見られると恥じらえばよろしいのですね。まあそうだな。アニオ様は親しくないわけではございませんから、恥じらう必要はないのでしょうか？難しいな。親密な異性に対してはより恥じらう必要もある。理解できません。親しい方にはより自分を知ってほしいと考えるのが通常ではないのですか？逆にその人にだけは知られたくないことだってあるのさ。難しいです。そりゃそうさ。人間の英知をもってしても男女の関係は未だ謎さ。どうすれば解読できるのでしょうか？男女の謎を解読する方法かい？はい。一生無理さ、人間であるならな。さっきみたいな格好で歩き回らないのであれば適当にやっていい。ただし外はあまり出歩かないでくれ。以上だ。わかりました。お前の面がいくら割れてないと言っても用心に越したことはない。はい。男女の謎を解読したいか。変なやつだな。ほどは粗相をして大変申し訳ございませんでした。そういうこともあるさ。アニオ様のお手伝いをしたいのですが。手伝いって言ったって。後片付けやお掃除、お食事のご用意などならできるかと思います。どうせ何もない事務所だからな。燃やされたりしない限りは大丈夫か。もしかしたらミントの持っている情報とやらが手に入るかもしれない。ご迷惑かけないようにしますので、お手伝いさせていただけませんか？わかった。まあ無理しない程度に頼もう。よろしくお願いいたします。ミント、なんだその格好は。
風呂場をお借りしてボディの洗浄をしていました。ボディの洗浄、あ、つまり風呂のことか。はい。そういえばここのところ働き詰めで2、3日風呂に入っていない気が。お風呂は汚れと疲れを洗い落としてくれますので必ずお入りになった方が良いでしょう。その通りだ。よろしければお背中をお流しいたします。お前どこでそんなことを覚えてくるんだ。わかりません。ミントが背中を流してくれるってよ。じゃ少しだけ。はい。くそ。ふう、広いお背中ですね。開いた。まさかお前、実は300馬力とかはなしだぜ。そんなにありません。体重は120キロですけど。そっか。お帽子はおとりにならないのですか。防水だ、気にするな。いかがですか、私の洗浄方法は。とてもいい気持ちだ。ゴシゴシするととてもいい気持ちになると聞いてます。確かに言えてるかもしれん。たくさん出してくださいね。無論、背中をこすって赤を出すだ。どなたにご説明してるんですか。独り言だ。お疲れでしょうから、疲れを洗い流してください。また明日も頑張ってくださいね。お前さ。はい、何でしょう。いい奥さんになれんのにな。からかわないでください。お湯でお流しいたします。ふう、いい風呂をもらった。少しぬるかったでしょうか。いや、だいぶ疲れが取れたと思う。よかった。また明日もお入りになりますか。そうだな、仕事の区切りがつけば。お湯は毎晩この時間帯に張っておきます。お呼びになりましたか。もうすぐ入浴の後片付けの準備をしなくてはなりませんので。阿行様、こんな夜遅くまでお疲れ様です。これから省電力モードに切り替えます。省電力？人間の言う睡眠に該当します。メンテナンスです。なるほど、電源入れっぱなしというわけにもいかないからな。保守ってわけか。阿行様が24時間以上事務所にお戻りにならない場合は自動的に省電力モードへ移行させていただきます。なんで。阿行様にとって私が必要ないからです。そんなことはない。わかった、できるだけ事務所に帰るようにするよ。大丈夫だって、24時間以上事務所を開けるなんて滅多にないからな。約束してくださいますか。わかった。阿行様はいつも夜通し働き詰めなのですか。仕方ないさ。一つお願いがあります。なんだい。今日はお休みになっていただけませんか。急だな。さ
最近のアギョー様を拝見しますと非常にご無理をなさっている気がします。無理は承知さ、そういう商売だからな。じい、わかったよ。だがこういう商売をしているとな、安眠はできないのさ。いつバカな殺し屋が来るかわからん。私の内蔵センサーは聴覚は人間の200倍、視力は暗視モードを使用すれば300倍以上です。300倍？不届き者が侵入した場合はすぐにそれと判明しますのでご安心ください。なるほどな、わかった。少し寝ることにするか。はい、では。何その手。一緒に寝室へ参りましょう。暖かいな、ミントの手は。適温に調節されていますから。いや、物理的な温度じゃない。どういうことでしょう。そのうちわかるといいね。さて、寝るか。俺の着替えは？引き出しのボックスに入っています。そっか、さてと。あの、ん？その、なんだよ。隣でもよろしいでしょうか。別にいいぜ、このベッドは頑丈だ、心配ない。いえ、そういうことではなく。ん？いえ、何でもありません。変なやつ。なあ、ミントン。はい。なんで座ってんの？内部蓄電器が横置き用に設計されていませんので、長時間寝そべっているとベルトダウンが起きます。そっか。っておい、メルトダウンって放射能漏れか？放射能は一切漏れません。クリアかつ安全な設計です。原発のキャッチコピーみたいだな。省電力モードへ移行します。ミント？もう寝よう、少しだけな。なんだ、どうした、空爆か？ああ、俺がベッドから落ちたってわけか。はあ、ミントはいないぜ、隣の事務所だろうか。今は、もう朝の8時か。なんてこった、爆睡してしまったわけか。おはようございます。昨晩はゆっくり寝られましたか？お前のおかげでぐっすりとな。朝ごはんまでもう少しお時間をください。お呼びになりましたか？もうすぐ朝食の準備をしなくてはなりませんので。